はい、毎度いつもありがとうございます。ヒッシーです。バイオハザードビレッジですね、やっていきましょう。でね、ヒッシーの楽しげ動画実況チャンネル、久しぶりに実況していきたいかなと思います。最近ね、映像に向かって後から声を入れるっていうタイプの動画しか作ってこなかったんで、ちょっとね、初心に帰ってね、初見プレイを配信しようかなと思ってるところです。まあ、カットはね、ちょっと多めに挟んでいきますね。あんまりダラダラやってもしゃあないんで、パート21までね、やりますとか、そんなんはやらない感じですね。もしかしたら1本の動画で、全クリまでダイジェストでやってまうみたいなね、まあ、そんな感じになるかもしれないというところなんですけども、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけどもね、まずはやっていこうかなと思います。で、今回ね、発売からね、結構時間経ってはいるんですけども、僕自身ネタバレには出会わずに来られてますんで、まあ、純粋に楽しみかなっていうところではあるんですよね。まあ、ほんま雪山っぽいところが舞台で、E さんが出てくるっていうのぐらいしかわからないですかね。あとなんか爆乳のマダムみたいなのも出てきましたよね。なんかそんなんは知ってるって感じっすか。なんか虫みたいなのもありましたけど、まあ、あんま覚えてないんですけども、まあ、トレーラーしか見てないっていう感じですね。で、まあ、セブンの続編なのかなっていう感じです。で、クリスが登場するかどうか知らなかったんですけども、さっき買った時にね、パッケージの裏見た時に、なんかクリスがイーサンを襲撃するみたいなとこから物語が始まるみたいな書かれてあるんですよね。今回はだから奪われた娘を取り戻すためにイーサンは頑張るみたいな、そんな話のようです。ミアとの間に生まれた子供ですかね。はい、で、今この画面に来る前にですね、ちょっとだけセブンの映像を見ますみたいなのがあって、はいを選んだんですけれども、まあ、E さんが昔話をするみたいな、あれは3年前だみたいなね、もういいじゃないかみたいな、あの事件のことは思い出したくないみたいなので、この画面にやってくるみたいなね、そんなところだったんですけども、で、ここからニューゲームってやっていこうかなって感じですね。で、まあ、スタンダードでいきましょうかね。昔々、幼い少女がお母さんとベリーを摘みに出かけました。しかし森は冷たく静かで、ベリーは見当たりません。お嬢さん、この血をお飲みなさい。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。さあお嬢さん、これを着て温まるといい。少女はドレスを着て、そして微笑みました。さあお嬢さん、これをお食べ。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。またしても贈り物だと思った少女は、金の歯車を奪い取ってしまいます。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。そこへ支配者である魔女が現れたのです。欲深い娘だ。受けた恩も返さずに、魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。その話不気味すぎないか。生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたの。おとぎ話よ。この子が怖がらずに済むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい。悪かった。夕飯を作るわ。ミアでいいんかな、これは。平気だローズ、ママは思い出したくないんだ。そりゃそうさ。ミアの表情。何か言った？おう。何も、寝かせてくる。ミアの表情もだいぶ柔らかくなりましたね。で、娘の名前はローズですね。相変わらずイーサンの顔は見えない感じですかね。2月2日生まれですね、ローズ。あっという間に誕生日だな。腸が早いわね。今を楽しまないと。うい。
あ、そうそう、赤ちゃんはね、蜂蜜ダメらしいですね。まあ、そりゃそうですよね。でもね、ミアはね、何年も監禁されてて、それで救出されたっていう状態ですからね。ふい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 。よしよし、ママにも言ったんだ、あの本はまだ早いって。そう、何年も監禁されて助けられて、そこから普通の生活を送るっていうのはね、なかなか難しい話だとは思いますけどもね。相当なストレスだったはずですからね。でもお互いあんまりもあのことは忘れようとかね、気にしないようにしようとかってしてるような描写はあったんですけど、まあなかなかそうはいかんっていうね。掃除しないと。うい。あ、自分の事件をスクラップしてる感じですかね、これ。まあ事件が隠蔽されてる感じですね、これね。あれも E さんたちは行方不明の扱いになってるんですかね。どうなんでしょうね、これ。世間じゃもう過ぎた話か。ん？誕生日は8月2日になってるわ。2月2日じゃなかったっけ。8月2日。まあ、なんせ検査の結果待ってねって感じですね。あんなことがあったから、BSAA 通してねって感じですかね。今検査してて結果待ってねっていう状態で、誕生日8月2日になってますね。下見に行きましょうかね、もう一回。ローズは平気だ、ミアが待ってる。怒らせると怖いぞ。ねえ、ローズちゃんね、平気やったらいいんですけど、検査結果が気になるところではありますね。ただ誕生日が違う気がしてちょっと変な感じしますね。さっき2月2日って書いてたような気がするんですけどね。あ、ハーフバースデーね。なるほど、そんなあるんすね。ちょっと文化がわからなかったですね。ハーフバースデー、なるほど。ガンサバイバーの条件度、剣度っていうのがあれですもんね。 RE2 のバリーのお友達ですからね。ロバートちゃうかったっけな、あれ。そう、息子の話なのかな、これ。武器屋のおっさんの話ですね。重いですね。あの時の話をすると喧嘩になるようですね。病院であんなに取り乱したりしないか。まあなんかもしかしたら、あのバイオハザード7の時の話を口にするとなんかおかしになるんでしょうね。さっきもちょっとおかしかったですからね。なんかヒステリックというか、なんというかで、まあなかなか消化できるもんではないですよね、ああいうのね。おい、あれ、おい、よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。うん、いい匂い。これは、あ、まだダメ。チオルバデレギューム、地元の料理よ。あなた本当に気にしすぎよ。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて、戦闘訓練までいろいろあったから。とっくの昔に終わったことよ。
なのにあなたと来たらまだ…なんだ、ミア、伏せろ、ミア、ちょっと待って、ミア、どうして？マジで？クリス、なんでお前が？悪いな、イーサン。どうぞ。おい、娘に何する？確保しました。どうぞ。連れて行け。おい、ローズに触るな！イーサン、やめとけ。ミア、何の話だ？何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。くそ、こんな時に。クリスはどこにいる？ローズは？その誰だ？この会社は社外者は使えないようになっているはずだ。チクショー、一体何があったって言うんだ？さあ、わからんくなってきましたね。作戦の概要、目標の殺害および遺体収集、ローズマリー・ウィンターズ、イーサン・ウィンターズ両名確保。なるほど、ローズとイーサンは確保で、目標の殺害、つまりミアは殺害されるっていうことでしょうね、多分ね。でいいのかな、これミアってことでいいのかな、で両名は検査のためサイト C まで移送と、最低2名武装兵を。で、ああなるほどなるほど。でクリスがなんであんなことになってたのかはよくわからないんですが、あーなるほど、まあ、何にせよミアを殺害されてローズとイーサンは捕獲と。でその間の輸送の途中で何かがあったってことでしょうね、きっとね。事故なのか何なのかで、この事故がおそらく仕込まれたことなんだろうなっていうとこなんですけどね。 OK で、まあどこやねんっていう話ですよね。まあ行けるとこは限られてるんで行きましょうか、このままね。そう、一見夫婦仲は良好そうに見えてましたけども、まあ、でもあのセブンの時のあの出来事の話になったりするとちょっと険悪になったりとか、そういうことのようですね、おそらく。くぐれるわけね。あ、ここで血、ここで傷を作るのは良くないかもしれない。カラスか、うー、なんかさっきの絵本の中にも出てましたよね、このカラス。カラスの血を飲んでどうのこうのってね。え？え？ちょっと見た。
たいな。いやあそこ怖ってなるポイントやったんでしょうけどね、スルーしてしまったな。なんかくっそせっかくのバイオハザードが。はい、行きましょうか。窓か。じゃあここに行くしかないよって話だけど、やっぱりまた小屋なんすよね。ちょっとでもこれ誰んちやねんっていう話ですけどね。これおじいさんなのかおばあさんなのかわからない人が座ってる写真、多分おばあさんでしょうけどね、今の感じやと。なんせ荒れてますね。やっぱり地下やな、やっぱり地下になるんか、不気味やね。なんかまたベイカー家っぽくなってきてるんですけどね、これ。ジャックが出てきそうな。そんな雰囲気ですよ、これ。でかいやつが動いた感じの演出ですね、演出ですねこれ。まあ、地下は行き止まりだったので上に上がりましょうか。おっと、でこんな血みどろやったっけここね。あーで自分の傷口にこの血が入っちゃうっていうパターンですかね。さっき手切れてましたからね。何の仕業だ。なるほど、でこっからまた次行けるってわけですね。あービレッジですねこれは。これはビレッジや。そして夜が明けようとしていますね。さあどんどん行ってみましょうか。これさっきの絵本の中に馬は出てきましたよね。確かコウモリと馬となんかいろいろいましたよね。魚のやつもいましたし、2番目のやつがよくわからんやつやったんですけどもね。もう一個一個入れんねや。どうせゴールはあのお城やと思うんですけどもね。ちょっと遠いな。まあこの村から攻めていきましょうか。誰もいないのか。え、ちょっと待って、なに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 、何があったんだ。うん。そうね、何があったんだって感じですよね。何か起こりそうですよね。でしょうね。いけないと。
はい、じゃあそれっぽい建物行きましょうか。またね。お、そういえばまだ、くそ、なるとは思ってたけど、なんかこう攻撃できるっぽい感じにならないですね、まだ。あ、これでなるんか。今からなりましたね、これ。懐かしの。あ、結構モテそう。ちょっとバイオ4に近いようなアイテムですね、この持ち方というか。まあ、舞台もヨーロッパみたいなんでね、バイオ4にはやっぱり近い、近いっちゃ近いっていう。ん？住人はどこに行った？ベイカー家とやっぱ近い感じになってきましたね、こうなってくるとね。あ、さっきのおじいさんみたいなおばあさんの写真がありますね。よせ、撃つな、撃つんじゃない。誰だ、誰がよこした。誰って、道で事故にあって。しまった、やつらだ。やつら、今のは何なんだ。銃は、え、銃は持ってるよな。いや、持ってない。待て、早く。こう勝手にも動いてますね。自分では動かせてない状態ですね。何なんだ。あのでっかい銃欲しいな。なんかの巣？なんか動いてるやつおるよね、奥に。横にもおった。またや。動きは早いんかな。オッケー。何なんだ一体。なるほど。なんて。怖いんやけど。あ、ね、東、東、ん？ん？これ
東と西逆ですね。これあの北が上になってないタイプの地図ですかね。あんまり好きじゃないんですよね。まあここ入るしかなさそうなんで行きますか、とりあえずね。でこれちょっと音聞こえるかどうかわかんないですけど、この建物に近づくとね、なんかパタパタ音言うてるんですよね。何の音かわかんないんですけど、それがねちょっと不気味なんですよね。あ、入るか。ちょっとね、何の音っていうね。何でしょうね、ラジオの音っぽくも聞こえるし、生き物の音っぽくも聞こえるんですよね、なんか。え、消えた。うん、どういうこっちゃ。でラジオの音やったみたいですね。今は反応がないみたいですけども。ん、怖い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 。びっくりした。うっとぅ、もうこれ怖いな。怖いっすよこれ。まだでも戦わんでいいんかな。囲まれてるね、なんか。どうしよう。まずい。どうすっかね。おっと。おしゃ。クラップを手に入れたぞ。終わりか。誰か、もしまだ生き残っている人がいたら、うちへ来て、畑のそばの私の屋敷を。生き残りが。まだちょいちょいね、ガルーいう声が聞こえるんですよね。あれ？ここ行けるようになったんかな？行けてなかったもんね。あー怖かった。畑の、おるやん。ここにおるし、ここでもなんか座ってるし。いろんなとこから声聞こえてるんで、いろんなとこにおるんでしょうね、きっと。静かになってますけど、今。あ、ほら、おった。ここにもいてるし。どうしよう。
え、もうすごい嫌、いっぱいおるし。きっしょ、あ、なんかすごい新しい種類の不気味さというかね、怖さが。あれ欲しいねんけどな。行って大丈夫？怒らへん？なんかちょっと新しい怖さがありますね。なんでお前の方が後ずさりすんねんっていうね絶対こっちの方が怖いからねっていうね。さあ上探検しに行きましょうか。上はいけない。なに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 、オッケーオッケーオッケー。おえ、よし、オッケー。生き延びろっていうなんかざっくりとした小麦が詰まっている、なんか手に入れた。ハンドガンの弾と、よいしょ。ここさっきの建物の地下じゃなくて、なんか スクラップ手に入れて、よいしょ。怖い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 。次から次へと。なんかいっぱい襲われてんやろね、これ。オッケー、ふい。うわー、やばい。歯が汚い。あ、そういうことか。なんかね、アイテムみたいなの落ちてくれるんですけどね。冗談じゃない。なんかすごいすごい人出てきた。ちょっと待って待ってくれ。やばい。どこ、ういし。馬とかにも乗るんか。あ、これイベント？お父さん。おっかねえ。もうこれはこんなに弾を無駄遣いしなくてよかったのかどうかがすごい気になるんですけどね。結構使いましたよ、アイテムだのなんだのね。とりあえずおばあさんを追いかける前にですね、いろいろとね、取れるのがあったはずなんで、
やもう全然こんなんあったっけって感じですよね。もうパニックってたんでね、ちょっと感覚的にはバイオ4にもちょっと似てきてるような感じはしますね。で、あのでっかいハンマーみたいなの持ったの出てきた瞬間、あれびっくりしましたね。いやでもちょっと新しくていいですね、やっぱりね。そうそう、なんかあのセブンの時よりもなんかやっぱパニック寄りにはなってるんですよね。パニックホラー寄りにはなってるんですけども、パニックしすぎてない感じがちょうどいいかなと思いますね。もうあの敵見えてんのに襲いかかってこらずに敵側が後ずさりするっていうのが不気味でしたね、ほんまに。このちょっとアイテム落とすパターンはあんまり実は好きではないんですけどもね。まあまあまあいいでしょう。バランス的にはでも面白いかもしれないですね。さあほんでもう行くとこがやっぱそんなにないんかな。もう戻れなく、どんどん戻れなくなってる感じですね。よいしょ。ねえ、こっから来てと、まあいろいろ散策しまわりましたが、結局行けるとこここしかないんですよね。もうまたこの紋章っすね。これで全部開けられるんかな。あ、待っててくれたん、ごめんね。なんか生にも死にも栄光を与えん。なあ、あんた、ここにいると危険だ。城の鐘が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい、待て、ローズはマザーミランダって。我らがために鐘は鳴る。また奴らが来るのじゃ。ローズがここに。まあ、またなんか不気味なキャラでしたね。で結局また戻れない感じなのかな。帰れないですね。マップ見ましょうか。ああなるほどね。ここは行けなくなりましたけど、多分戻れるんでしょうね。多分どっかからこことか、これは向こう側。絶対どっかから出れるでこれ。さあ仕掛けが多そうですね。なんかね、これは嬉しいことですね。さあてなわけで一旦この辺で、終わっときましょうかね。まあまあ面白そうですね、やっぱりね、バイオハザードなんでね。でバイオハザードって最初もともとホラーやって、で4、5、6がパニック系になったんですよね。パニックアクションみたいな感じになって、まあちょっとバイオっぽくなくなってきたかなというところで、7でねまたホラーに戻ったんですよ。でちょっと今このねビレッジになってちょっとだけやってみましたけども、ちょっとだけやった感じではややパニック寄りの要素も入りつつも、きっちりホラーの要素は残ってるかなというところですね。そう、敵が多いんですよね、なんかね。とりあえずただ全部片っ端から倒さんでも良さそうで、怖さの演出のうちの一つかなっていうところなので、まああんまり気にはならんっていうところですかね。
しっかり怖いですね。であとんちょっと音がね怖いんですよ。なんかパキパキ言うんで今ちょっと締めの撮影してるのにってなるんですけどもね。まあ宮がねちょっといきなりやられてしまったのがちょっとびっくりしてますね。これどうなるんやろうっていう。でしかもクリスが襲ってきたみたいなね形になってるんですけれども、これどうなんですかね。完全にクリスが悪者でしたっていうオチには多分ならないと思うんですよね。クリスがいいやつですよのまんまにするとすれば、イーサンは気づいてないだけで、でもあれはもうミアじゃないよみたいな、そういうやつが何者かが、倒されただけなのかなっていうところではありますよね。で要はイーサンと、このローズを助けるために来たんだけれども、この辺の村のやつが、保護されてたあの車を襲って、今イーサンが一人で戦ってるっていうところなのかなみたいな、まあ、そういう感じのオチになるんじゃないかなと思うんですけど、まだ分かんないですね何が起こってるかっていうのは。どこですかね。で、まあ、一応この村はいろいろ探索できそうですね。こっからも多分また回れるようになりそうですし、でここを中心にうろちょろしながら、まあ、お城に入っていったりとかするんでしょうねきっとね。共同墓地とか、あと何でしたっけねってな感じですね。でおそらくここを中心に回っていけるのかなっていうところなので、ちょっと一旦ここら辺で終わっときます。でちょっとセーブポイントみたいなのないのかな、これー自動セーブなんですかね。これはちょっとわかんないんですけどもね。ちょっとここで終われるんかどうかもちょっとわかんないんですけども、一旦ね第1回はちょっとこの辺で終わっとこうかなと思います。はい、では続きまた、配信していきますんでよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。